竹内さん、はい。こんにち は。はい、こんにちは。この野菜は何ですか？あ、これですか？これはですね、畑でできる稲、おかぼです。はい。生えてきたね、夏の草をこう引いてあげて、水を張らなくても育ちやすいおかぼっていう、もしくは陸稲っていうのを植えるか種まいてあげると、こうやってちゃんと穂を出してくれて、今、この白いのがね、花なんですよ。受粉が終わって、これから、もみの中に、でんぷんであるお米が溜まってくるので、溜まってくると重くなってくるので、こう、頭が垂れてくるかなっていう形ですね。で、鳥にやられやすいので、穂の位置に、最低1本ぐらいは鳥よけの糸を張っとくと、こう、チュン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 、あ、ブーみたいな形になるので、糸を前もって張っとくと、鳥というのは、取り尽くすっていうことが語源なので、取り尽くされないように、糸を張ってみてください。またね。